ちは、今日は、日本から届いた昭和ラバースルーですね、今までも持ってたんですけども数が少なかったので追加で頼みました。でシドニーに住んでるので日本のものを手に入れるには、楽天とか、Amazon で買ったやつを、転送してくれる会社があるので代理で買ってくれて転送してくれる会社があるのでそこにお願いしてこういう感じでこっちまで送ってもらうという感じです。でここにジグラバスルー届いてます。このジグラバスルーなんですけど、出しますとこれですね。こういう感じで入ってまして、蓋を開けますとここに入ってます。で、買った時の状態だとここに針金がついてます。針金にこの重りがこう通してあります。当然この針金は釣りでは使わないので、取って、これはもう捨てるしかないですね。でここにラインを結んでそのラインにこれを通す。ちょっとやってみます。これラインですね。このラインに通します。でラインの上はこう誘導式ですね。動きます。誘導式でここのところをこれのスカートネクタイのついたこれです。これをここに結びます。はい、結びました。でこういう感じですね。なので、巻いてる時はこの重りがもうここに来てこういう感じでひらひらひらと行くでしょうし、このラインの上はこれ誘導式なのでフォールする時はこういう感じでフォールするかもしれないですし、あとは、ここ中通し重りみたいにこう誘導式なので当たりが直に感じやすいという特徴があると思います。あとこのヘッドなんですけども、船とかでボートとかでやる、平輪だとこれが丸だったりとか、しますけども、これはこういう、ジェットスキーみたいなこういう形になってます。でこれは着底した後にこれがスーッと、これがもし根にあるそこにある障害物だとしたらここをこうかわしやすいのでこういう形をしてるんだと思います。あとこういう形ですと引っかからずこう上がって急激にこう上がっていきやすいので根がかり回避のための設計になっているということです。ジグラバスルーっていうぐらいですからスルー、通り抜けるっていう意味なんで、根がかりしにくくこう通り抜けやすいというネーミングなんでしょう。これで、タイももちろん、あといろんな魚、コチとかネザカナとかタコとか時にはかかりますし、あとは意外と、青物が時期によってはパターンがはまるとかなりの確率で食ってきます。この糸を通すところですね。この糸を通すところちゃんとプラスチックの管みたいなのが通ってラインが傷つきにくいようになってます。ちょっと見にくいですが、この重り鉛なんでしょうけど鉛のそのままだといくら中をきれいにしてもラインがこう通った時に傷つきやすいでしょうけども傷つきにくいようにここに透明の見えますでしょうかプラスチックの、パイプみたいなこう管みたいなのが通ってるんでそこにこう糸を通すんでラインが傷つきにくい設計になってます。今日は、ジグラバスルーですね。このタイラバこれが水中でどんな動きをするのかちょっと自宅のお風呂場でやってみたいと思います。Thank you.
なとこでも寝掛かりするのか油断した。通常は釣り場で、アクションカメラを水中に沈めてやるんでしょうけど、釣り場に行ってしまうとついつい釣りをしてしまうので、ちょっと家でやってみました。ちゃんと撮れてるかどうか見てみないとわかんないですが、ネクタイとかすごく魅力的な動きをすると思います。暑くなる一発来ないです。来たよ来たよ、ゴツゴツ着光してきた。乗ったかこれ、なんか釣れた、タイっぽいね。トントンで買ったよ。おっ、タイっぽいね。まずでかいでかい。タイラバデチヌ42センチ来ました。これ青物だね。青物です。青物だな。タイラバですね。このタイラバでキングフィッシュ来ました。食いました。食ったね。やっぱいますわ。なんだろうね。サージェントベーカーか。サージェントベーカー。何これ。サージェントベーカー。素人なりの、ヒットパターンをいろいろ今後もアップしていきたいと思います。よろしければ登録お願いします。